こちらは伊東市の太漁港。早朝船に乗り向かったのは港から200メートルほど沖に設置された定置網です。漁師たちが網を引き上げるとイサキやアジ、カマスなどが飛び跳ねていました。その中をよく見てみると暖かい海に多いシイラ。沖縄などでよく見るハナミノカサゴなど見慣れない魚の数々に定置網の関係者は、この魚はどこの魚になります？どれも西の方がメインで、九州とか四国の方がもともと漁獲量が多かった魚で、はい、この辺では、まあ、少しは取れてたけどそんなにいっぱい取れてないので、今年なんかもすごい多いです。本来はこの辺りではあまり取れることがなかった魚、一昔前に比べ日に日に網に入ることが多くなってきたといいます。いるの結構もう当たり前になってきちゃってるところもあるんじゃないですか。だからそれこそ10年15年前とかはこんなの取れたことないっていうのが年に何回かあったと思うんですけど、北海道でブリが取れたりだとか今までなかったようなのが起きているように、全体的にこう北側に漁場というか魚のいる場所が移動していっちゃってるというか広がってるというか。一方こちらは県内でも有数のシラスの水揚げ量を誇る吉田漁港。昨日も日の出を合図におよそ50隻の漁船が一斉にシラス漁へと出港しました。ここ吉田漁港では例年平均1300トンの水揚げがあったシラス漁、多い年は2000トンにも及ぶ漁獲量があったといいますが、今年は10月末の時点で564トンにとどまり記録的な不漁に。今年のシラス漁について仲買人は、だいぶ量が減ってきて困ってますけどね、今日はとてもいい鮮度のいいものが取れたので良かったと思います。原料費もいろいろ上がってますので、いかに抑えて安くお客さんに提供するかが鍵かなと思っています。今日はあのシラス買われましたか？買ってないです。シラスの物の割に値段が高くて、小売にしてもねちょっと儲かるかどうか分かんないぐらいの値段なので。激減したシラスの水揚げ量、記録的な不漁の影響は地元の直売所にも広がっています。ここは釜揚げシラスのほか取れたての生シラスも販売する人気の直売所。販売している商品のおよそ8割がシラスとあって、苦しい状況が続いています。工夫したいんだけどね、今ここに来てどうの何をやったらいいかもわからないし、なんか量がちょっとでも増えてくれるのを祈るしかないですけどね。店のメイン商品として取り扱う釜揚げシラスは8月に1キロ当たり500円の値上げに踏み切りました。量が少ないもんですからね、皆さん欲しい欲しいで、もううなぎ登りに仕入れ値が上がってくるような感じでしたね。値段を見てね、いやちょっと高いねって言うけど頑張ってきたんですけどね、もう上げざるを得なくなって。来年1月中旬まで続くシラス漁ですが、まだまだ厳しい状況は続きそうだということです。このように海で獲れる魚に大きな影響が出ていますが、そもそも今海では何が起こっているのでしょうか。専門家に聞きました。2017年からは、静岡県付近では黒潮大蛇行という海流の変化が起こっています。南から暖流が流れ込む黒潮、ここ6年以上この黒潮の流れが大きく蛇行して東海付近に流れ込んでいます。黒潮大蛇行が発生すると、まあ、静岡県東海沿岸から関東にかけては、まあ、黒潮が近づいてくるので水温が高くなるという現象が発生します。また地球温暖化や夏の猛暑などの影響でも海水の温度が上昇しているといいます。特に9月は駿河湾などの静岡県沿岸では過去30年の平均に比べ2度から3度海水の表面温度が上昇しているということです。今年は特に夏気温も暑かったので、まあ、
これまたその、まあ、過去最高の水、大体水温になってます。まあ、日本全国的にそうなんですけれども、まあ、静岡県付近でも、まあ、過去一番、気象庁が今まで観測してきた中では一番高い水温になっています。